はい、どうも一般人でーす。というわけですね。なんとね、あれだね、前ね、俺ん家の屋根が竜巻でね、飛ばされたんですよ。それで、あのね、東京電力からね、今ね、訴えられそうですね。なんでかっていうとね、うちの屋根がすっ飛んで、電線にね、絡まっちゃったんだよね。まあ、正確にはうちの親父の屋根だけど。で、それをね、撤去する費用とか、あとね、損害ということで、最初ね、75万ぐらいね、請求されてたんですよ。で、それで、うちでもね、ちょっと自然災害のように払わなきゃなんないのが、そういうことでね、ちょっとあの、やっぱね、弁護士っていうか、こう間の人にこう立ってもらって、やってもらったんですよ。で、自然災害の場合は本当はね、払わなくていいらしいんですよね。ただうち の家にね、火火があった、火火でそれに落ち度だね、落ち度があったっていうことで、あのとりあえずね、30万ぐらいは払ってくれってことに、ね、なりましたね。最初70万だったけど30万だから、まあ少しは安くなったんですが、というわけでね、皆さんもね、気をつけた方がいいね。何の火火があったかっていうと、あの屋根あるじゃないですか、こう屋根で、うちこういう屋根だったんですけど、まあ、斜めにトタンが張ってあって、で、あと下に普通にこう板が、こうトタンがね、斜めに張ってあって、なんていうの、上のトタンは大丈夫だったんですけど、そのトタンが張ってあって、その裏側、ここのとこだね、ベニヤ板で風が入んないようにこう何枚か張ってあったんですが、そのうちの何枚かが落ちた状態だったんですね。しかもそれで飛ばされたってことでね、火火があるってことで、今ね、東京電力に訴えられそうになってます。まあ、それをね、直さなかったっていうのがね、うちの火火らしいんですよね。いや、まさかだよね。しかもさ、その時の竜巻で結構うちの周りもね、みんなね、結構被害があったんですよね。ある工場とか壁とか全部飛ばされちゃって、まあ立て直しやってるとかね、あったんです。で、うちの近くの神社とかも、あの木がなぎ倒されて、結構こんなこれぐらいかな、これぐらいの太い木がね、なぎ倒されて、何本もなぎ倒されて、結構ね、すげえ被害だったんで、それ自然災害じゃねえのって俺は思うんだけどね。ダメなんだよね、少しでもそういう、少しでも火事があったらうちの世間になるらしいですね。ですのでね、皆さんももし自分家の自宅などがちょっとでもね、こう壊れてて、あ、ちょっと壊れてんなって分かる感じだったらね、早めに直した方がね、いいと思います。それで台風とか、あの竜巻耐えきれたかっていうと微妙な感じだけどね、耐えきれなかったけど、僕はそれでね、気をつけた方がいいね、これね。それでなんで分かったかっていうのね、ちょっと聞いたら、多分ね、ストリートビューあるじゃないですか、あの Google マップの、あのストリートビューでこううちの前を通ると、こううちの方をこう上か下からね、見ると、この屋根があって、その下側のね、ベニヤ板が張ってある、ベニヤ板が何枚か、あの落ちてるのがね、確認できるんですよね。なんでね、Google マップにあのやられたね、多分。あれをね、まあ、10年前に撮った写真らしいんですけど、その後ちゃんとね、直しておけばよかったんだけどね、直してなかったんで、一回直そうってね、言ってたんで、雨漏りとかはね、してなかったんで、まさかね、屋根が飛ぶとは思ってなかったんですよね。まあね、普通の台風とかでは全然飛んでなかったんだけど、竜巻だったからね、あの時は、はっきり言って、ダウンバーストとか、ダウンバーストとか、なんかさっきね、低気圧が下がってくるときに、ここ飛ぶっていう、そういうので、もうね、まさかだよね、俺の月給さ、10万円ぐらいなんだよね。そうね、1日200円ぐらいで、1ヶ月で6000円ぐらいになるみたいな見通しだね。4割は吉本で、
構やばいっすよね。 YouTube の方もほとんどロンマイというので、とりあえずね、何でしたっけ、90万だからちょっとね、爪に火を灯すような生活が3ヶ月もしくは4ヶ月ぐらいね続けないと、これはね返せないということで、しばらくね、ボンビー生活にね突入しています。皆さんもね、いつボンビー生活にね突入するかね分かんないんでね、日頃からね、ちゃんとやっといた方がいいね。あとね、火災保険も入っとけよかったんだよな。住んでないからって言ってね、火災保険入ってなかったんですよね、あそこの建屋、まあ、俺が前住んでたとこなんだけど、俺が住むのをやめてから何年経ったろうな、7年ぐらい経ったのかな、多分7年ぐらい経って2022年だから、やっぱ7年ぐらいだね。2005年ぐらいまでは多分そこに住んでて、2022年だから7年だね。でも台風が来たのは、もう台風っていうか竜巻来たのが3年ぐらいなんじゃないかな。去年ではないな、2年前か3年前ぐらいだったんで、まさかね払わなくていいと思ってるんだけどね、やっぱりね払うことになったら2年前だな、確かな。ただ俺が住むのをやめてから、住むのをやめてからっていうか、こっちにね移動してきてから7年だから5年だね、5年でそういう被害に、ね、なってしまいました。火災保険入っとけよかったんだけどね、誰も住んでなかった。俺がやっぱ向こうにね住んでればよかったね、住んでれば火災保険多分入ってたと思うから、そしたらね屋根飛ばされた時、そこに住んでたらね、さらに俺がやばかったんじゃねえかと思うんだけども、まあ何はともあれね、皆さんも屋根とかね、ちょっとでもね壊れてる箇所があったら早めにね直すなり補修するなりしておきましょう。そんじゃないと私みたいに東京電力にね訴えられて、こういう状況になってしまうので気をつけてください。最初でも74万だったからね、74万だから、ね、最初の来た請求が、え、マジかよと思って、まあ、それで弁護士に頼んで、いろいろ示談とか交渉とかやって、なんとかね、30万ぐらい、まあ、でもその弁護士さんにもね、お金払ったんで、結局はそんな変わんないぐらいになっちゃうのかもしれないけど、という感じでした。でね、皆さんも保険はね、入ってみましょう。そして壊れそうなところは、あらかじめ直してみましょう。最近ね、突風とかそういうのがね、多いんで、異常気象が多いんでね、こういうことになることがね、結構あると思うんで、気をつけてください。また会いましょう。バイバイ。ね、もし、事件の詳細が知りたい方は、多分ね、この辺りかな。この辺りに、こっちの辺りに、前のね、竜巻の動画上げておきます。まあ、こっちはね、チャンネル登録お願いしますっていう動画ね、上げるんで、よかったら。待ってましょう。バイバイ。しばらくボンビー生活だよ。やってらんねえよこんなの。